どれ、より動詞っぽい姿になってみるかの。どうじゃ。皇帝が実務的な仕事着を着ておる姿なぞ、そう見られるものではないぞ。その目に焼き付けておけ。お、この髪か。もう荒事の時は短い方が有利じゃからな。たまにはこういうのもよかろう。皇帝っぽさというか威厳をアピールするのにはちと向いておらんが。それは次のお楽しみじゃ。ゴージャス&デンジャラス。これぞまさしく夏の皇帝スタイルである。おお、この罪作りな体を惜しげもなく民たちに見せてやるとは、なんと太っ腹なことか。何、心配するな。もし本当に何か罪を犯してしまったなら、もちろんわらわがこの手で痛い罰を与えてやるからの。貢ぎ物ご苦労であった。かつての宮廷のものはわらわの立ち位置によって疎んじたり貢いだり忙しかったものじゃが、貴様は最初から最後まで気軽に捧げおったな。何も考えておらぬだけやもしれんが。よい、こうなれば全てをわらわに捧げるがよい。財だけでなく必要とあらばその命すらも受け止めてやろう。今のわらわであれば、仮にマスターが死んでも世にも珍しいキョンシーマスターを作り出せるかもしれんからな。安心じゃん。